んにちは、スーさんです。今日はですね、ヘルメット紹介したいなと思いまして、カメラ回しております。いつもはですね、サーキットに行って、主に使っているヘルメットっていうのはこちらのアライの RX7X っていうのを使っています。で、今回ですね、新しくヘルメットを購入しちゃいました。というのはですね、ずっと気になっているヘルメットがありましてですね、照英さんのヘルメットで X14 っていうですね、ヘルメットがずっと気になっておりました。というのはですね、初めて自分で購入したヘルメットっていうのが照英さんなんですね。で、照英さんのヘルメットをですね、そのまま、レース活動に入ってもですね、ずっとかぶっておりました。もういくつダメにしたんだろう、いくつ、頭を守っていただいたか、何回ですね、いくつじゃないですね、何回頭を守っていただいたか、本当に、ワンシーズンに2個とか3個とか3個ぐらい買い替えたことがありましたね。大きな転倒してしまったりとかした時にですね、ヘルメットぶつけてしまって、これじゃあもう使えないねということで、本当ワンシーズンに3個とか使った時もありましたよね。それぐらい本当照英さんにはお世話になりました。で、今アライのですね、この RX7X かぶってるんですけれども、なんでこのヘルメットを照英じゃなくてアライにしたのっていうことなんですけれども、一度もですね、アライのヘルメットっていうのをですね、かぶったことがなかったんですよ。なので、リターンした時にですね、やっぱり一回はアライさんかぶってみたいなという思いがあって、こちらのですね、 RX7X の、ビニアレスのですね、このカラーリングがものすごいかっこよくて、手に入れました。非常に満足しております。そういった部分ではですね、もうかぶり心地もですね、さすが新井さんというところですよね。本当に包み込むように、頭をですね、にフィットするかぶり心地、風切り音も非常に、少ないですし、視界もですね、広いですし、もう本当にさすが新井さんだなと思わせるようなこうヘルメットですよね。そうするとですね、じゃあ照英さんは今どうなんだろうかという気持ちがふつふつと湧き上がってきまして、今から27年前ですかね、まで27年前の時にも照英さんをかぶってたんですけども、そうですね、最後サーキットで練習中に、転倒してバイクに轢かれてしまって、怪我をしてしまったんですけれども、その時もですね、照英さんをかぶってて、やっぱりしっかりと頭をですね、守っていただいたというところがあるんで、ずっと照英さんのこの X14 というですね、フラッグシップモデルをですね、かぶってみたいなという思いはずっとありました。で、今回思い切って購入、もうこのシーズンオフ間近だというのに、我慢しきれずですね、物欲を我慢できませんでした。購入してしまいました。で、そのヘルメットがこちらです。わあ、かっこいい。すごいかっこいいんですよ、これがね。もう持った感じ、やっぱり新井さんとは形が違うなっていうのは、この顎のシェイプの部分とか、もちろんこのね、後ろの部分の形っていうのはもう全然違うんですけれども、この顎が結構絞られてるんだなっていう感じはしますね。それではですね、これをですね、
ちょっとかぶってみたいというふうに思います。それではということで、かぶりました。いかがでしょうか。まずかぶり心地ですね。ちなみに僕の、頭のサイズは S サイズです。で、新井さんと大きく違うのはですね、新井さんは全体的に包み込むようなイメージなんですけども、まず大きく違うのはチークの部分ですね。頬の部分が両側からギュッとこう押されてる感じ、狭いですね。ここも、27年前とかで被っていた翔平さんと変わってない気がしますね。あと、同じ S サイズですけどね、新井さん。僕、この翔平も S サイズなんですけれども、新井さんはもうちょっと2シーズンぐらい使ってるので、そういった部分ではね、ちょっとへたりも出てきてるのかなと思うんですが、翔平さんの方がこう、ちょっと小さい感じがしますね。僕は頭小さくてですね、この両サイドがですね、そんなこう出っ張ってないんですよ。なのでここの部分がですね、翔平さんの方がこうキュッと、締まってる感じがして、頭の形はにビタッとこう合ってますね。あとこの後ろの部分もですね、この部分もですね、グッとこう押してるというか、こうフィットする感覚がこうありますね。新井さんはこう全体的にこうぐーっと包み込んでるっていうイメージなんですけれども、翔平さんはここギュッギュッとギュッというような感じで、ごめんなさい、擬音が多くてですね、イメージで、していただけたらありがたいんですけれども、こうギュッギュッギュッっていう感じのイメージですかね、ヘルメットをかぶった感覚が。膨大としては全然ですね、新井さんの方がですね、小さいと思うんですね。小さいんですね。こう新井さんの方と比べるとですね、こうかな、翔平の方さんの方が膨大的には大きいと思いますね。ですけど、かぶってる感じはそんな、大きさを別段、翔平さん感じないですね。いや、すごい懐かしい感じがします。というのは、このチークの部分がギュッとこう押されてですね、頬がですね、こう上にギュッとこうギュッとこう上げられてる感じだったんですよね。若い頃かぶってる時も、その、形っていうのはですね、こう引き継がれてるですかね。いや、これは楽しみですね。今度は近々サーキットで、今シーズン最後のですね、サーキット走行をする予定なので、その時にですね、こちらのヘルメットをかぶって、走行してみようというふうに思ってるので、その時のね、映像もまた、撮っていきたいなというふうに思っております。はい、今日はですね、この翔平の X14 というヘルメットですね、紹介してみました。もし、おかっこいいなと思っていただけたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。